ノクさん、こんにちは。即解釈の久保です。ガーシーの本ね、面白そうですよね。私まだ読んでないんですけども、手元にありますんで、すぐ読んでみようかと思います。で、あの、ガーシーのことは私もね、立原隆さんの YouTube で知って、こんなすごい人が出てきたよっていうことだったんで、その時すぐにあのリンクからクリックしてね、チャンネル登録して見させてもらったんですけども、まあね、芸能界のことは私わはかりませんけども、 あこういう人はありえるなというふうに、まあ、思ったんですよね。まあ、というのが小さな世界ですけども私も広島で活動していてですねあの女の子をアテンドしてくれる人って、ね、やっぱ自然に現れてくるんですよ。えー、例えば私のねあの好みのタイプとかを私のお付き合いしてる女性とかねいつも話してる内容から察してですね「まあ、久保さんこういう子がいるんだけどね」って感じで教えてくれるんですよね。まあ、別にそれで 手数料取ったりなんたりってことはないんですけどもでまあ私もその知り合いが増えてですねで女の子には女の子に対してどんな男性と知り合いたいかっていうのをねやっぱ聞き取るのが上手な人がいるんですよまあ小さな町だったんですけどもまあ、広島市にもね芸能界になるものがありましてですねで広島で、えー、なんかねこう力をつけて、えー、いつかはメジャーに行きたいとかねいろんなところで歌いたいとか踊りたいとか っていう人がいらっしゃって、女の子がね。で、かたや、まあ、独身で、まあ、後腐れもなくてね、えー、結構話の分かる方で、まあ、お金が自由になる人。で、まあ、無茶もしない人ね。もう、むちゃくちゃもしない人。まあ、要するに、まあ、女性を尊重できる人ですよね。で、本気で自分の、お彼女のように、娘のように、大切にできる人で、えー、きちんと距離をとって、もうなんかね、木下砲香さんみたいなことしないみたいなね。 <laughs> まあそういう風なので私もいろいろとこうお世話になったことがありましてね、うんまあ、だから今の奥さんと知り合えたっていうのとは違うんですけども、まあ、おかげさまで広島市内にいる時ってそのだいたい20歳前後の、ね、女性が常に身の回りにいてそのうちの誰かと交際していたような感じなんですよあとはやっぱりこう,うまあそんなにたくさんの金額じゃないですけども、まあ、援助をねスポンサーとしてこうちょっとね あの提供するみたいなことありましたこれは別にそれと引き換えに何かってわけじゃないんですけどもあの広告をね女の子が持ってこられた時とか何かねあのブラッシュやとか制作物があった時には、まあ、優先的にまとめて買ってあげるみたいな感じだったんですかねで購入した私が、まあ、身近な会社の部下とかにね、まあ、分配してで知名度を上げてもらうとか、まあ、時には私の会社とかお店とかに来てもらって。 従業員やお客さんに紹介するみたたいな場面もありましたということで、まあ、やっぱり私としてはね、あの、小さな世界ですけども、広島の芸能界の一部を、なんとか盛り上げていきたいなっていう気持ちもあったりとか、綺麗なこと言えば、まあ、若い人にね、10代の人に、何かね、協力点ができないことはないかなっていうふうに探していたりしたわけなんですよ。もちろん私の場合は、あの当事者たる、まあ、女の子とかね、一部男性もいましたけども、女の子や男の子の、その家族、ご両親とかね、 場合によってはそのお付き合いしてるパートナーとかともきちんとお話をして自分の立場と距離を測りながらねまあ私なりに綺麗にやってはいたんですけどもでもそういうことを考えると本家本元の芸能界とかにもそういったいわゆるねアテンドをする人がいてもまああり得るなと思ったところもありますしまあ中にはね金を余らした中小企業や大企業の社長がそのお金でま若い女の子とね遊んでみたいみたいなね 性的に遊んでみたいみたいなことがあったりとかしてそれを叶えるようなあ役割の人がまあいるんだろうなっていうところがありましたね。まあ、私はなかなかそこまでね女性をもてあそぶ気持ちにはならなかったんですけども、まあ、真剣に付き合える人を探していこうかなっていう中で、でどうしてもね一定の年齢になってくるわけなんですよね。まあ身の程知らずと言いますか、当時30の半ばぐらいだった私がね、うん自分の娘と 言えるぐらいいいののの年齢の女の子たたちと付き合いたいみたいなことを考えるわけですからまあそらへんもねなんかどうしがたいなというところはありますけどもまあでもおかげさんでそうやってあの年の離れたね、まあ、女の子といろいろ交流する機会が多かったんで今の奥さんと知り合った時も特に物事じしなかったところあるかなと思いますんでね通常でしたら私も40前後になって知り合える女性っていうのはまあ限られているっていうんですかね。 やっぱ10代の子とかちょっと無理だなとか20代の前半もあんまり縁がないなっていうところで30代前後からまあ40前ぐらいの女性に落ち着くんではないかなというところはありましたけどもだから誰とつながってどんな人と普段関わっているかによってねあのそういった交友関係っていうのから恋愛も作られるのかなと。でまあ逆に言えばまあそういう関係をたくさん持ってるけども 誰からも気に留めてもらえないような自分自身だった場合は、あ、自分は年を離れた女の子からモてないんだなっていうことも客観的にね、わかるというところもありますんで、えー、まあ、今、ノクさんの話を聞きながら振り返ったわけなんですけどもね。まあ、けど私はもう完全に、あの、有名人でも何でもなくて、えー、まあ、田舎社長だったんで、特に大きな問題にはなりませんでしたけども、まあ、でも、ある一定の地位を築いている方がね、やっぱ、りに、 若い女性と遊んだりすると、まあ、尻尾を掴まれるっていうような状態にもなるんでしょうねやっぱね特段そこに、あのーまあ、性的な金銭的な圧力がなくてもですよ、うん、だからやっぱり人は節度を持ってかかんないといけないですしやっぱりねあの神津魔王子っていいますけどもやっぱ人って大物になった時とかあ本当にね一刀一を抜く存在になった時に転落するんですよね無名ななうちは転落しないんですよ <laughs> そういう時に失敗する原因ってのが大体お酒であったりね、女性関係であったりってことは昔から言われてますよね。<laughs> えー、まあ私はそれからね、あのー、学びまして、いろいろと経験する中で、一人の人に決めたらもう浮気はしないし、他の女性とも二人っきりで会うことは仕事でもないっていうふうに決めてずーっとやってきてね、おかげさんで、あのー、一人の女性と付き合う時っていうのは、他の女性とのまあ嫉妬関係とかね、三角関係とかね、 まあそういうのは全くななかかかっったたんで、で結局爽やかに付き合えたかなってところですよね。まあ、そういうふうなことをしていてもなかなかね、あのー、今みたいな一緒に暮らそうかみたいなところにまとまらなかったっていうところは、まあ、私の不得といたすところかなというところでございますなぜかねガーシンボンの書評をノクさんから送られてきてこんな身の上話をしてしまいましたけども、まあまあ、たまにはいいじゃないですかご容赦くださいじゃあノクさんまたよろしくお願いします